はい、どうもタンタンでございます。カマカですね、選定今回またしてまいりまして、結構ね今回デラックスモデル充実しております。でこちらはまたデラックスの中でも珍しいスプルストップのモデルですね。 HF2DS ですね、はい、っていうモデルになります。スプルストップでサイドバックが、こういった、まあ、カリーもね綺麗に出た、ハワイアンコアを使ったモデルとなっておりますね。で、まあ、デラックスなのでこちらは、ロープバインディング方のモデルとなっております。ヘッドも結構綺麗なツキ板使ってますね。あまりねスプルストップのモデル、ないんですけれども、なかなか入る機会もないですけどね。ただ音はね実は非常に良くて、またあのオールコアのモデルとは少し違った雰囲気の音色かなと思います。すごくありますよね。このあたりはやっぱりスプルス材っていう非常に鳴らしやすいね材料っていうのもあるので、コアのカラッとした明るい雰囲気よりももう少ししっとりとしっかりと音が鳴る、そんなイメージですね。ハイポジションの方に行っても単音でもすごくしっかり太めの音が出てくれるんで、ソロ弾きメロディ弾きなんかにする方なんかも非常に、まあ、扱いやすい一本、音の出しやすいモデルじゃないかなと思いますね。かかる機会が少ないモデルじゃないかなと思いますけれども、一度弾いていただければこの独特のね鳴りの良さっていうのを体感してもらえるかなと思います。ぜひね店頭にてもちろん展示しておりますので、他のモデルと合わせまして出走しに来ていただければと思っております。ということでこちら、カマカの HF2DS というモデルですね。コンサートのデラックスモデルでスプルストップのモデルとなっております。こちらお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。